まと、馬優は、日本のお笑いタレント、ピアニスト、作曲家。本名及び作曲家としての活動名義は、まと馬優。神奈川県横須賀市出身。かつては、アミーパークに所属していたが、2017年9月から、フリー。その後2018年1月1日より、太田プロダクションに所属。5歳からピアノを始め、音楽の道に入る。7歳から作曲を始め、16歳から音楽大学を目指すために以前からやっていた作曲に合わせて歌声の勉強も本格的に始める。神奈川県立横須賀大津高等学校を経て2004年日本大学芸術学部音楽学科入学、作曲コース専攻。2010年日本大学大学院芸術学研究科音楽芸術専攻作曲コース博士前期課程修了。一般社団法人、日本作曲家協議会会員。2007年、第2回チアー作曲家コンクールにて、二世ソプラノとピアノのためのハート型の思い出、寺山修司少女詩集よりにて入選。2016年、第20回チアー作曲家コンクールにて、先に大筆フルートのためので、審査員賞、ジマー、フルート、クラリネット、チェロのためので入選。2017年、東京ピアノコンクールにて審査員特別賞2020年、第22回万里の長城杯国際音楽、コンクールピアノ A 部門3位。これまで支持した人物は、ピアノは、高橋清子、瑛人京子、海老明子。作曲は、太田弥生、綿、村松明、湯浅丈二。歌を、能登久嗣、ポップスピアノを石田みどりに師事。個人事務所、桃木小桃音楽事務所を設立し、演奏者へ楽曲提供を行うほか、映画、舞踊、演劇など音楽を手掛け、演奏者の派遣やコンサート企画、プロデュースなども行っている。音楽に携わる仕事をしたく、多くの大手レコード会社、音楽事務所などへデモテープを送り続けるが、音楽関係からは、どこからも反応がなく、今度はジャンルを選ばず、オーディション雑誌に載っていた事務所に、あから順番にデモテープを送ることにし、その中でアミーパークの目に留まり、芸人枠として採用されることになる。2011年、アミーパークに所属し、お笑い界に進出して、ピアノ芸人としてデビュー。これと同時に芸名を、まと馬優とする。ピアノ演奏曲のレパートリーは1000曲を超える。地元、横須賀出身の芸人たちによる集団0468スタイルに参加0468スタイルとして横須賀で定期的にライブを開催。お笑いライブや定期コンサートのほか、ショッパーズプラザ横須賀、三井アウトレットパーク、横浜ベイサイド、八景島シーパラダイス、横浜ランドマークタワーなどのショッピングモール、新宿伊勢丹会館、インターコンチネンタルホテル横浜、横浜マリンタワー、行楽地、各店点灯、老人ホームイモンなどでも演奏会を開催。芸人としての目標は、清水ミチコ。2015年の歌ネタ王決定戦で準決勝、進出。2016年の R-1 グランプリで準決勝進出。2016年の歌ネタ王決定戦で初の決勝進出を果たす。2017年 R-1 グランプリ、準決勝進出。歌ネタ王決定戦2017準決勝進出。2017年女芸人ナンバーワン決定戦THE W 決勝進出。5位。2017年8月いっぱいで6年間所属していたアミーパーク所属を離れ、フリーとなる。芸人活動は続行。フリーの間、相談に乗ったり支えてもらったのは、同じ事務所の先輩だった純一ダビッドソンだった。2018年1月1日より、太田プロダクションに所属。芸能界特技王決定戦てっぺんでは、2019、冬の陣、2019夏の陣とも、ピアノ部門の3位に入る。2020年1月25日放送では、星野源の恋を演奏し準優勝。受賞作品二世ソプラノとピアノのためのハート型の思い出、寺山修司少女詩集よりで入選。編成が書いていないものはピアノ独奏曲。ありがとうございます。